京都アニメーションの放火殺人事件を受けてイギリスではアニメファンが集まるイベントで木刀が捧げられたほか募金活動も行われるなど支援の動きが出ています会場ではこのように募金活動も行われていますここイギリスからも支援の輪が広がり始めています私は本当にいい人でした 20日、イギリス北部のニューカッスルで行われたアニメイベントでは参加者がキャンドルを片手に京都アニメーションの放火殺人事件の犠牲者に祈りを捧げましたまた募金活動が行われたほか コスプレ用の衣装のオークションも行われる予定で売り上げは全額この事件の被害者側に寄付されるということです。